市の職員や関連団体の方から行政情報や活動内容について伺う広報藤沢 TV のコーナーです。今回は緑と花のまちづくりコンクールについて伺います。スタジオには緑保全課の今泉和信さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。緑と花のまちづくりコンクール、これは町の緑化活動のコンクールですよね。はい、緑化意識の普及や啓発を目的としたコンクールで、建物や生垣や花壇などの緑化で優れているものを表彰したり、緑化に関する標語をコンテストするイベントです。確か綺麗にできた緑のカーテンなどを応募してもらい表彰するものですよね。はい、緑のカーテンは建物緑化賞という部門で表彰するのですが、これは緑豊かな都市景観を作り出し、ヒートアイランド現象の緩和に役立つ建物緑化に贈られるものです。ヒートアイランド現象の緩和に役立つ建物緑化ということは、緑のカーテンだけでなくいろいろなものが考えられそうですね。はい、この建物緑化賞は屋上緑化、壁面緑化、緑のカーテンの3つでそれぞれコンテストをします。こちらが昨年度の屋上緑化の金賞作品になりまして、こちらが壁面緑化部門の金賞作品になります。こちらは自分の家ではこんな感じで緑化していますというのを応募するということですか？はい、応募は自薦他薦は問いません。建物緑化に取り組んでいる市内の個人、町内会、自治会、学校、事業所、工場などの団体でも応募できます。自分のお家でなくてもよそのお家を推薦することもできるんですね。はい、ただし他薦の場合は本人の承諾が必要です。わかりました。では建物緑化賞の他にもあるんですか？はい、緑と花のまちづくり賞というものもあります。これは市内で美観上特に優れている樹木、樹林、生垣、花壇などに対する賞です。こちらが昨年度の優秀作品になります。はい、お花も綺麗に咲いてますね。そうですね、これはあそこの花壇綺麗でしたよというのを応募するものなんですか？いえ、こちらは樹木、樹林、生垣、花壇などを設置または管理している学校や自治会、事業所や工場などが応募対象です。わかりました。では先ほどの建物緑化賞もですが、応募の時は緑化してある場所の写真も必要になりますか？はい、正面、左右、側面から撮影した写真を5枚ほど添えていただく必要があります。わかりました。あとは標語のコンクールもありましたよね。はい、こちらは市内在住、在勤、在学の方を対象に緑と花のまちづくりをテーマにした標語を募集しています。応募は一人一種となります。ちなみに昨年度の優秀作品はどのような標語だったんですか？はい、緑と花が心を和ます藤沢の町です。素敵な標語ですね。はい、ではこちらの標語のコンクールに応募したい場合はどうしたらいいですか？はい、建物緑化賞、緑と花のまちづくり賞、標語コンクールともに緑保全課や石川文館を除く各市民センター、公民館、長久保公園管理事務所で配布している応募用紙に必要事項を書きの上、郵送または持参で緑保全課に提出してください。締め切り間近となっておりますので、お早めの応募をお願いいたします。建物緑化賞や緑と花のまちづくり賞の場合は写真もお忘れのないようにお願いいたします。ということで今泉さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。優秀作品は11月に開催予定の緑と花いっぱい推進の集いの式典の中で表彰されます。たくさんのご応募お待ちしています。